未来君が登場する作風のテーマが孤独なんですよね。なんか彼は孤独っていうのは気づいてないのかもしれないですけど、やっぱり一人になりたくないじゃないですか。なんかそういうのをこうテーマにして絵を描いてるので、その、まあ、孤独というか、僕らから見たらすごい一人だが孤独じゃないですか。その孤独で一人でいろんなことを体験してるんですけど、その体験したものの価値って誰と共有するんだろうって、共有できないものに価値ってあるのかなって、全体的なテーマはそういうことになってます。やっぱりこう便利な世の中であったりとか環境で人はどんどん孤独になっていくと思うので、なんかそういうのも昔からそれが不安だったんですよ。なんか、まあ、そうなりたくないっていう逆境と、その孤独に感じた人がこれを見て共感できたらいいなと思ってます。この描き方、グラフィティからすごい影響というか、グラフィティの技法を用いて描いてる描き方なんです。レイヤー分けって言ったらあれなんですけど、スプレー感、まあ、グラフィティスプレーイメージしてもらえると思うんですけど、スプレーって混ぜれないじゃないですか。一つ一つ層を作っていって、で細い線も描けないですし、一つ描いたらこう削ってっていう一個一個層になってるんで、まあ、そういうのをイメージ意識しながら描いてますね。これシャドウシリーズっていうんですけど、まあ、やっぱりその複製、このシリーズはそういう複製であって、一つのものの大切さを見落としてるんじゃないかっていうのをメッセージにしてますね。こうカラーリング的には鮮やかな色を使ってたりとか、補色を使ってすごいあの際立たせてるんですけど、寂しいイメージ、もうずっと絵が好きで、グラフィティ興味持ち出したのは僕中学ぐらいからだったんですけど、もともと漫画家になりたかったんです。今も漫画好きなんですけど、漫画家になりたかったっていう背景は一つありますね。やっぱりこう若いマインドを持たないといけないですし、新しいことを取り入れないと作家としてはやっぱりさびれていくなって自分でも思ってるので、人の意見はこういいところは吸収しようと思った、悪いところは反面教師にしてやらないようにしようっていう、それがまあアンフィニッシュドってところにもすごいこうあのかぶさってくるんですけど、まあ作家活動してる限りは完成一生しないなって自分では思ってますね。もちろんキャンバスアートをこれからもやっていくんですけど、近いので言ったらもっといろんな画材を使いたいなと思ってます。なんかもっといろんなものを試したいですし、使ってみたいで、まあ、あの形の話したらフィギュアとかも作りますし、描き下ろしで漫画描こうかなと思ってます。